い、では今回から裁判パートです。やっていきます。まさかこんなに早くこの場所を再び訪れることになるとは。うん、そうだね、やっぱり場数を踏まないと。被告人にとっては一生に一度、それで人生が決まるかもしれません。研究なんて言えるわけないですよ。確かにその通りでございます。あ、おはようございます、ホームズさん。ホームズさんじゃない、漱石さん。早起きは三万の徳、我が国にそんなことわざがあります。僕も日本人ですから、早起きして三万ならば、いっそ一瞬たりとも眠らなければ。うん、無罪判決の価値は1円ぐらいのイメージみたいだな。我が命預けたり、天命たる運命は混迷のゆえなり。何でしょう。さっき廊下より法廷の傍聴席をちらっと見たところ、大劇場の初日のごとき大層な客が詰めかけていたのではが、あ、そんなに傍聴にいいの。我が事件ロンドンの巷でそれほど大評判なのであろうか。そうなんですか。佐藤さん、何かご存知ですか。やっぱり死神が出るからかな、バンジークス検事。隠さないでいただきたい。もしかしてそれはあの死神のせいということはないかしら。今朝の新聞をすべて買い求めて読んでみたところ、確かにどの紙面にもバンジークス検事の名前がありました。やっぱりか。あの検事様が死神と呼ばれるようになってから、ここ数年あの方は法廷に立つことはございませんでした。ああ、昨日グレゴソン刑事もそう言っていましたね。2日前あの審理こそ数年ぶりの復活だったそうでございます。そう、メグンダル氏のあの恐ろしい裁判、その時は今日以上にロンドン中を騒がせたようでございます。僕たちは知るはずもありませんね、まだロンドンに着いていませんから。その2日後、つまらない事件の法廷にあえて立つ理由とは。各新聞がそれぞれ勝手な理由を報じております。つまらない事件とはなんだ、我が輩にとっては建国以来の一大事。まあでも殺人事件じゃないだけね、まだちょっと安心だよな。数年間だんまりを決め込んでいた検事が出てきたのも奇妙であるが、その2つの法廷にはもう1つ明らかな共通点がある。ん？あ、私か。僕ですか。数年ぶりに復帰した死神、その2つの法廷で戦う弁護士があなた。いやいや、これすなわち、なんたる仲良しっぷり。いや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 、友人に死神もいませんよ。なるほど、王様の呆れるばかりの運の悪さということになります。いやでも勝ってるから安心しろ。その僕に命を預けようと決めたのは漱石さんですよね。僕はロンドンに到着したばかりで、運も経験も実力もない留学生です。でも最後まで漱石さんを信じて全力で戦います。うん、偽証はダメだよ、ちゃんと素直に話すんだぞ。よし、始まるな。開廷の時間である。時間ですね、行きましょう。漱石さん、いよいよ始まる。僕にとって2度目の大英帝国の法廷、そして2度目の死神との対決が。今度こそ僕は最後まで依頼人を信じて戦うよ。うん、やるっきゃないな。
どうです？午前10時。それでは女王陛下の名のもとにここに大抵を宣言する。警察が弁護側にと完全なる立証の準備はできているか。全く準備できてないけどね。実に興味深いな、日本人という生き物は。な、何ですか？気候のこと、ボルテックス卿より聞いたが、2日前にこのロンドンに着いたばかりの素人同然の留学生だとか。煽るね、冒頭から。同胞である被告人を助けたいか、日本人らしい思い上がりだ。失礼ながら思い上がりではないと存じます。佐藤さん、前回の審理、判決は無罪だったはずでございます。本当だよ、負けたくせに何を言ってんだか。はあ、審理の後、被告人は非業の死を遂げたようだがな。まあ、あれはね、怖かったよな。キプレイでも何度見ても怖いわ、あのシーンは。お、さあ今回は陪審員。あ、1号さん、あれ第3話で出てきた。私、見た目よりも残酷ですのよ。あ、僕は見た目通り平和な好青年なんですよね。あれ？あれ？奥様？さっさと始めてくれ。どうせ有罪なんだろうが。またちょっと面々が変わってますけれども、知ってる人が何人かいらっしゃいますね。ロンドンは狭いな。前日、我が大英帝国は極東の島国と同盟の条約を結んだ。その島国より訪れた留学生こそ被告人夏目漱石である。我が大英帝国は留学生を歓迎し手厚くもてなした。しかし残念ながら留学生は帝都において恐るべき強行に走ったのである。はい、結局さ、被害者のこととか何も分かってないんだよな。見てよ、黄色い顔をしてちっちゃくて、あれが日本人よ。この女性レイシストか？ちょ、許さんぞ。でも、未だにあれかな？白人の人から見たらさ、こう、日本人とかアジアの人って黄色い人って、認識なのかな？お、来たな。刑事さん。名前はトバヤス・グレグソン、スコットランドヤードの刑事であります。被害者はビリジアン・グリーンという20代の若い女性と思われます。ちょっと待ちなさい。思われますというのは、被害者は凶器のナイフで背中を刺されたのですが、事件から3日経った今もまだ意識が戻っていないのです。え、大丈夫なの？意識不明ですか？命に別状はないのですかな？おぉ、え、でも72時間も目覚めてないってなるとちょっと心配になってこない？はい、現場付近の地図。事件が起こったのは3日前、夕刻の5時頃のことでした。現場となったのはブライアーロードの広い馬車道を挟む歩道です。被害者のグリーン嬢は雪の止んだばかりの歩道を歩いていたのですが、その時背後から忍び寄った被告人にナイフで刺されました。幸い被害者は一命を取り留めて現在は市内の病院に入院中ですが、今も意識不明の状態が続いており、本人の証言は聞けない状態です。こちらが被害者の資料になります。よろしい、証拠品として受理します。よし、来た。事件資料、事件の概要と被害者の情報。被害者はナイフで背中を刺され意識不明の状態が続いている。ちょっと見てみるか。おー、凶器ももう出てるんだな。よし、被害者、氏名ビリジアン・グリーン、女性、20代前半と思われる、体型小太り、状態、ナイフで背中を深く刺され意識不明の重体で、ブライアーロード歩道、通報者、ローラ・オマーリ。通報者って出てくるのかな。
中記、被害者は現在意識不明のため、その名前は所持品から推定、詳しい身元は不明。大型のナイフで背中を深く刺されており、重傷。刺されたのは一箇所のみ、他に外傷はない。現場から逃げ去る犯人の姿が通報者により目撃されており、翌日逮捕に成功というわけですね。大きなナイフだな、できることなら刺さりたくない。あれほど重そうなナイフであれば力のないものでも犯行が可能です。つまり非力そうな漱石さんでも可能ということか。うん、よし来た。凶器のナイフ、特徴のない大型の折りたたみ式ナイフ、被害者の背中に刺さっていた。犯人の目的、強盗ですかね。じゃあちょっとこれも調べます。え、先が折れてる？おや、ご覧ください。なるほど様、この刃の先、ほんの少しだけ欠けているようでございます。でも折れた刃の先はどこへ行ったのでしょうか。まさかと思いますが、まだ被害者の傷の中に残ってる。なんかあったよね、これ逆転裁判。歯の先が体の中にとかさ、あの銃弾が体の中にとかあったよな。他はないかな？ OK。持ち物から察するに被害者は貧しい学生のようです。奪うほどの金品は持っていなかったと思われます。それでは犯人は被害者を大変恨んでいたですかな。留学生夏目は古書店の他に外出することはほとんどないため、今のところ被害者と被告人には接点は見つかっていません。じゃあ通り魔的犯行ってことか。物取りでも恨みでもないのであれば、漱石さんにはビリジアンさんを刺す理由がありません。それなのに逮捕なんて、そう乱暴じゃないですか。ひぃ、あ、パリーン。お前、食べ物飲み物を無駄にすんじゃねえ。当然、スコットランドヤードは理由のない逮捕など行わぬ。グレグソン刑事よ、機構に証言を命ずる。警察がなぜ犯人として日本人を逮捕したか、その理由を。はい、じゃあ証言始まります。漱石を逮捕した理由。事件が起こったのは夕方の5時、珍しく霧の薄い日でした。現場は見通しがよく、被害者と犯人の2人以外人影ありませんでした。被害者は背後から突然ナイフで刺されて歩道に倒れたのです。犯人は逃走しましたが、その際に持っていた荷物を現場にばらまいた。荷物というのは古書で、古書店からの帰りだったようです。その古書の持ち主をたどり、被告人にたどり着き、そこで逮捕したのです。古書ね。お、来た来た、現場写真。確かに被害者の周りに書物が散乱しているようです。はい、証拠品、警察が撮影した事件直後の現場写真。ちょ、ひどい。日本人をまるっと含めてひどいな。かくも明白な証拠があるのに全てを否認すると。被告人は全てを否認しているわけではございません。漱石様は事件との関係を一部ちゃんと認めております。そうでございましたね、なるほど様。うん、ふんふん。あ、言ってたね、そういえばね。緑色のコート、間違いないです。被害者は緑色のコートを着ていますからね。ほんと、カラー写真なんてね、初めて見ちゃったわよ。もう被告人は現場から逃げたことは認めています。しかし決して被害者の背中を刺すなんて、そんなひどいことは。
その時歩道を行く人影は被告人と被害者の二人きりだった。つまり現場には他に被害者を刺せる者は存在しなかったのだ。被告人は自分自身でその事実を認めているではないか。うぅ。どうやらこの尋問次第で心理は大きく動きそうですね。じゃあ尋問しましょう。はい。尋問開始。事件が起こったのは夕方の5時。霧が薄かった。まあ薄いと言っても通りの向こうがやっと見えるぐらいの濃さですがね。それで薄いというのでしょうか。この町ではそうですな。まあ日本人は知らんでしょうがね。ロンドンが霧の町と呼ばれているというのを本で読みました。それは美しい光景なのだろうと日本で噂されています。ふふ。まあ私たちにとってはそんなロマンティックなものではないですな。この季節、霧による事故が絶えない。特に濃い日などは、まっすぐ伸ばした自分の手の先が見え、そんなに濃いの？やばいね。それ逆に怖いな。ホワイトアウトじゃん。ふんふん。現場は見通しがよく、被害者と犯人の二人が人影はなかった。どうしてそんなことが断言できるのですか？簡単なことだ。目撃者がそう証言している。そうそう、スコットランドヤードの警察官だった。うん。ああ、何その必要があればって。冬の午後5時といえば確か辺りはもう暗かったはずです。いくら霧が薄かったとはいえ、暗闇の中人影が見えたかどうか。大抵とロンドンのすべての明かりの通りにはガスが設置されているのだ。十分目撃は可能だった。検察側はそう考えている。ほう。目撃証人の証言を聞くためには何とかしてこの尋問を、そうだね、突破しないと。被害者は背後から突然ナイフで刺されて歩道に倒れた。背後からですか。そう、もうさっくり刺されてるからな。確かに背中に刃物が刺さっているようですね。被害者のミス・グリーンは意識不明の重体だそうですが、セント・バーソロミュー病院に収容。へえ、バーソロミュー病院。ちょっとなんかワンピースのあの人が出てくるな。確かにその口から直接犯人の正体を聞けたかもしれません。結局被害者からはね、話聞けてないし。犯人は逃走したけど、その際に持っていた荷物を現場にばらまいた。漱石さんの荷物ですか。そう、そいつもまたさっきの写真に写っていますわね。この3冊の古書ですね。雪の上に落ちていたためダメになっちまいましたがね。これぐらいの本であれば片手で抱えて歩けるだろう。もう一方の手でナイフを使うことが可能だったということだ。ほう。それでは犯人はその荷物を手にして犯行に及んだのですね。荷物というのは古書で、古書店からの帰りだった。被告人は古書店へ通うのが日課だったそうですね。英国の古い文学作品ばかり揃えた古書店だったようですな。ほう。確かに被告人の部屋には山ほどの古書があふれかえっていましたな。その古書店についてもう少し詳しく聞かせてください。はいはい。
ブルボン屋。ブライアロードとメシャムロードの角にある小さな店です。ちなみに異国人の下宿はブライアロードの反対側に、あ、ほんとご近所なんだね、古本屋さんと。古書を買った異国人が下宿に戻るルートは当然、まあこう、まっすぐ降りる形になるよな。そうだね。よし、現場の地図のデータを更新。確かにその古書店から下宿へ帰ろうとすれば、どうやら必ず事件現場を通りかかるようです。なるほど様、ただいまの刑事様の証言、非常に重要でございましたね。うん。古書店について中で最も重要な情報は、位置かな、やっぱ。そうでしょうな、そりゃもちろん。それでどこにあるんですか、その店は。さっきマップで見たでしょ。ふふふふ、そうだよ。ふふふ、今日一番の驚き。法廷記録、ちょっと待って、間違えた、なんか純粋に間違えた。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、先ちょっとこっち揺さぶっちゃおうか。その捜査は確か探偵のホームズさんに依頼されたそうですね。あのおせっかいな男が勝手に首を突っ込んできたのだ。しかしですね、ホームズさんは刑事さんたちに現場に連れて行かれたと。それは現場の警官たちが勝手にやったことだ。いつも言ってやるのだ、事件が起こったら本庁に連絡、その後本庁の指示に従う、余計なことはしない。奴に事件のネタを与えれば来月には小説にされちまう。もしあしあのうちに登場させられて手柄をみんな奪われた挙句、ふんやるな素人探偵めとか言わされちまうのだ。おお、しかるべき手を打つって。クレグソン刑事様、黙ってしまいました。ね、言葉がずっしりくるわね。現場に散乱していた古本は全て自分が買ったものであると。よし。そうだね、とりあえずここを崩さないとダメだからな。あ、さっきの選択肢間違えたから、ここだね。揺さぶって、でもさ、このさ、あのキャラバッシュロードっていうの、あそこから遠回りして帰るってルートもあるよな、帰り方。あ、でもあれか、被害者の横を通り過ぎたって言ってたからな。古書店の品揃え、今まあ古書店について中でも最も重要な情報は、お、お、ちょっと待って、あ、ボロバカ古書堂、あ、違うじゃん店の名前、古書店の店名ですな。グレゴさん刑事、一つお願いがあるのですが。何でしょうかな。その古書店の店名を証言に加えていただけますか。もしかすると非常に重要な情報かもしれません。あ、いえ、必ずや。いやいや、重要な意味を持つんだよな。全身から舌打ちが聞こえてきそうな。ブルボン屋、被告人の行きつけの店だった。ブルボン屋、それが古書店の名前なのですね。そう、被害者の下宿から一番近所の古書店ですな。ブルボン屋か被告人の下宿に帰ろうとすると、必ず事件が起こってあの現場を通ることになるわけだ。
一つ確認させてください。被告人は事件のあった日本当にブルボン屋にいたのですか？実は確認されていません。ん？それがそのあの店の主人は事件の翌朝から古書を仕入れる旅に出てしまって、事件当日被告人が店に来たかどうか話を聞くことができなかったのです。それでは被告人自身は何と言っているのですか？覚えてない？え？被告人の供述だ。覚えていないと言っている。はあ。被告人はいつも考え事をしながら街をふらふら歩いているそうで、目についた古書店にふらふら入るためよく覚えていないとのことです。ふらふらした被告人やな。どうやら思った通りみたいだ。はい、よし、じゃあ突きつけちゃいましょう。これだね。ちょっとお待ちください、グレグソン刑事。なんだ、わしは忙しいのだ。これは漱石さんの部屋で見つけた古書店の領収書です。発行された日付は事件当日、3冊の古書を買っています。被告人の部屋だと？問題はこの領収書を発行した古書店、その店名なのです。この領収書を発行したのはボロブク古書堂と言います。確かにあの日漱石さんは古書店で買い物をしました。しかしそれはブルボン屋ではなかったのです。お前らこんなのもちゃんと調べられてないのか。実はブルボン屋の近所にもう一軒古書店がありました。ただそのとても小さな古書店に被告人が立ち寄るとは思えなかったで、わーこれはもうお説教ですな。この領収書はそれを実証していますから。何？まだ食いつく？それがどうした？カビの生えた古本をどこで買おうが結論は変わらない。そんなわけにはいけません。なるほど、様、地図の幅こちらでございます。どこにあるんだ、ボロブック古書店。うん、そうそう、ここのブライアーロードを通ることになるけれど、そうなのですかな。その古書店の場所によっては考えられるかも。それ本当なんですか、弁護士さん。もしかしたらですけど。いや、でも実はお向かいだったとかじゃないの？どこにあるんですか？ボロブク古書堂。あー、こっちじゃん。ここにあります。このブロックの東側の角ですな。よし、じゃあブライアーロードを通らなくても帰れるよな。まあでもブライアーロードを通っても帰れるっても言えるよな。あれ、まあもう言うまでもありませんがね。そこメシャムロードっていうのを通ってブライアロードを帰る、通るっていうルートもあるもんな。そう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 。結局必ず事件現場を通りかかる。いやー、必ずとは言えないとは思うけど。見ての通りでしたな。う。なんでしょう。カビの生えた古本をどこで買うか結論は変わらん。キャー、思った通りだよ。騙そうとしたって無駄なんだ。だから言ったじゃねえか、もうたくさんだぜ。ああ、これは来るか、陪審員との議論タイム。スサトさん、はい、そうだね。警察側のただいまの主張、もう一度考えてみましょう。ボロブック古書堂から下宿へ戻ると必ず現場を通る。これしかないよな。
そうなのです。答えはそのここにあるのです。ボロブック古書道から下宿へ戻るとき、確かにこのルートをたどれば事件現場を通ることになります。しかし道はそうだよ、お前らの目は節穴か。そうだよ、こっちのルートもあるんだよ。こちらのルートを歩いて戻ればなんと事件現場を通ることなく下宿に帰ることができてしまうという。まあでもまあそれだったら、あの被害者のところを通り過ぎた、被害者から逃げたっていう、宗介さんの宗石さんの証言はどうなるのって感じですけれども、そのルートをして人は遠回りと呼ぶ。う、真冬の夕刻、遠回りをして帰る必要がどこにあると。そ、それは答えはこの上なくシンプルな、必要なし。つまり被告人は普通のルートをたどり、被害者を普通に刺した。でもそれはその、そうだそうですよ、被告人自身に聞いてみなきゃ分からないじゃないですか。覚えていない。被告人はいつも考え事しながら街をふらふら歩いているそうで、あの日もふらふら帰ったためよく覚えていないとのことです。漱石、もう序盤から致命的ですな。ひでもたとえそうだったとしても、弁護側としては、あ、もうみんな心決まっちゃってんじゃん。ただいまのバンジックス教の言葉は、私ども陪審員全面的に同意するものであります。来るぞ。私たちの結論は今揺るぎない確信に変わりました。ひゃー、有罪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 。お前らほんともうちょろいな。どうやら陪審員の評決は完全に一致したようです。なるほど王様。いや、まだまだ反証の余地があるからな。そう、説得。諦めてたまるか。どうやら今回もまた振りかざすつもりのようだな。大帝国法廷の片隅でカビの生えた弁護側の権利とやらを。最終弁論やりましょう。さあ、ではこれより法廷の定める規定にのっとり最終弁論を行います。はい、 いや、このさ理由もさ、なんか薄っぺらい理由なんだよな。そんなんで人の人生決めちゃっていいのかってめっちゃ思うわ。陪審員の主張、そもそもその日本人は最初から自分で認めてはではありませんか。目の前で緑のコートの人影が倒れた、それ被害者以外に考えられないでしょ。まあそうなんだよな。まあそこが全てだったりするよね。古書店からわざわざ遠回りして帰る理由なんてあるわけがないです。つまりあの人って帽子を刺しちゃったわけに。おお怖い。何でもいいか終わらせてくれよ、今日の仕事早く決めてんのによ。ボロボク古書道は良い店じゃ、ボロボン屋はそうでもないじゃ。ごく一部を除いて有罪の理由は明らかであるようです。うん、そう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 、被告人は事件の現場から逃亡して、そう、それも認めてるんだよな。うん、漱石さんどうして現場から逃げたりしたかな。
それに姿の見えない犯人なんて信じてもらえるわけないし、全く弁護するほどの身にもなってほしいですよ。はい、大回転ですよ。少なくとも4人。はい、いきまーす。弁論開始。グレゴソン刑事後ろにいるんだけど。その日本人は最初から自分で認めたようではありませんか。あの、失礼ですが、もしかしてあなたは。そう、第3話出てきたよね。確かシティで銀行員をされている。その通りです。あなたのおかげで散々な目にあった。そうそう、フェアプレイさんね。2日前のことです。忘れたと言わせませんぞ。隣にいた若い帽子職人とまとめて犯人扱い。そう、あの時ほんと申し訳なかったよな。近所に闇を流さがたって警察から容赦のない取り調べ。そう、それはどうもすみませんでした。まあ、あの帽子職人はともかく、私はもうすっきり疑いも晴れました。今誰を有罪にするのも自由の身というわけですがね。どうもこの人の評決を変えるのは難しそうだな。あ、そうだね、レディーファストくんどうなったんだろう。まあ、ここが全てなんだよな。目の前で緑のコートの人影が倒れた。確かに被告人はあの事件が起こった時、緑色のコートを着た人物が前を歩いていたのを見たそうです。ほらほら、それですわ。その緑の人影こそ被害者の女性。それ明らかでしょう。あの怪しいヒゲの日本人こそが犯人ってことじゃない。しかし被告人は刺してないと言っています。そりゃそうじゃないの。刺したって言ったらおしまいだし、目の前でいきなり倒れたなんて言い訳にしては最低の部類だわ。そもそも言い訳をするのならもう少しマシな嘘をつくと思います。まあ、そんなものなんじゃないの、あなたたち日本人なんてものは。ひとまとめにされちゃった。とにかくあの日本人ははっきりと認めてるんでしょ。現場には他に人影がなかった。そうやってつまり他に犯行が可能なやつはいなかったってことじゃない。他に誰もいないんだから、犯人これ以上ない簡単な話よ。参ったわね。古書店からわざわざ遠回りして帰る理由なんてあるわけがない。でもボロブック古書堂から帰る道が他にもあったのは事実です。ああ、地図に書いてありますね、キャラバッシュロードでしたっけ。まさにそうなのです。でも大事なのはその日本人がその道を通ったかどうかですよね。まあ、そうなんだよな。それで今のところ通ったという証拠はないわけですよね。肝心の被告人自身もどこを歩いたか覚えてないのですよね。まあ、冬の夕方は寒いし暗いし、一刻も早く帰りたいですよね。だからブライアーロードから帰ったと考えるべきなのですよ。説得されちゃった。僕としては今すぐ有罪って決めつけたいわけじゃないけど、被告人がキャラバッシュロードから遠回りして帰った合理的な理由、せめてそれを聞かせてくれたら考え直してもいいんですけどね。漱石さんが遠回りして帰ったかもしれない理由か。そうなんだよ、後ろから刺しちゃったわけね。なんでございましょう。あなた大家さんの奥さんですよね、被告人の下宿の。うまー、奥様だなんて、私メメドでございますわ。こんなところでも隠すのか。あの、どうして昨日お話ししてくれなかったのですか。この裁判の陪審員に選ばれていたこと。陪審員のことはね、裁判の日まで誰にも言っちゃダメなんですってよ。陪審員の手引きにそう書いてあるんだから仕方ないわ。漱石さん、被告人はあなたの屋敷の部屋に下宿してるのですよね。そうなのよね、まあまだ1週間ぽっちだけど。毎日同じ屋根の下に暮らしていればわかるのではないでしょうか。あなたには漱石さんが犯罪に手を染めるような人物に見えますか。もう見えなくもないかしらね。あの人ね、暗い部屋に引きこもって出てこないし、ヒゲが怪しいし、目はぐるぐるして口も聞かないし、近所でみんな噂してたのよね。
爆弾作ってるってひどいな。人畜無害ってこのメイドさんに喋らせるのは危険だな。まあ、知ってる分ね、被告人のこと。待った、そういい加減なことはあかんで、いい加減な気持ちで参加したら。今日の仕事だってな、俺の人生はかかってるんだぜ。あんたにわかんないだろう、俺はその日雇いの労働者なんだよ。一日でも休んだガキと女房に飯を食わせられねえのわかるか。毎日組合に顔を出して仕事をもらう、もちろん早い者勝ちなわけ。この時期地下の水道管やガス管がそこらで破裂しやがるからな。安い金で雇われて朝から晩まで道路を掘り返し修理をするわけだ。ほう。ん？あの日の現場は近所だったんだ。あの古くせえ本屋な。なんですって？メシャムロード。あの古書店の上の通りだよな。お遊戯じゃねえ、人の人生かかってんだ。何度も言うが、事件が起こった日は一日中メシャムロードを掘り返していた。冬は地面に埋め込んだ水道管やガス管の破裂が多くてな、俺たちにとっては稼ぎ時なんだ。まさに今日もな。ちなみに一日中というのは、仕事はその日のうちに型をつける。工事中は人も馬車も通れねえからな。お、通行止めか。事件の日工事をしていた場所をこの地図で示してください。うん、ここメシャムロードのこの辺り。積もった雪が凍りついてな、掘り返すのが大変だったんだ。ちなみに工事が終わったのは何時頃でしたか。じゃあ通れないじゃん、ブライアーロード。事件が起こったのは午後5時、まだ工事をしていたそうです。うん、通れないじゃん。おお、見つけたな。待った、ふふ。あ、すまんが、もう一度お願いできますかな。ボロブク五条堂よく行かれるのですか。あの店で古い本を眺めて、うちで古い茶を飲みながら読む、それがわしの毎日じゃろうと。であの今そうじゃった。うん、午後いっぱい書物を物色して5時ちょい前に店を出る、それがわしの毎日じゃろうと。であの日もそうじゃった。午後5時前ですか。その時刻間違いありませんか。よく覚えておりますわい。何しろあの日はひどい目にあったからの。あれ、このおじいちゃんも緑色のコート着てねえか。雪が止んだばかりで、歩道でステントが転んでしまいました。すっかり気絶してしまって、天国のばあさんが手間で。やばいじゃん。ちょっと待って。キャラバッシュロード。お、じゃあ漱石さんは被害じゃなくてこのおじいちゃんだったんじゃない。出会ったのは。これ超大事だぞ。よーし、じゃあやっていくか。うん、そうだね。よし、いろいろ見つけたぞ。さて、じゃあやっていくか。ぶつける。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。3号さんだよな。で、この人と、この人と、これだよね。よし、5号さん。この2つの主張は明らかに矛盾しています。この僕が人様に指を刺されるなんて、なんだよ、さっさと飛ばせてくれよ。陪審3号さん、よろしいですか。今の陪審5号さんの主張には重要な意味が潜んでいるようです。ここでその言葉をもう一度地図で検証してみましょう。事件のあった日、漱石さんはこの本屋で古書を買い求めました。
そしてこの日、メシャムロードでは道路を掘り返して工事が行われていた。そう、メシャムロード通れないんだよな。つまりその古書店から帰るとき、被告人はこの道を通って下宿に戻ることはできなかったのです。うん、え、あ、まあそういうことになるかな。何しろ道路のレンガは2ヤードもぶっ壊し穴を掘っていたからな。気取った紳士職場連中の10人中10人回り道をしたぜ。それではやはり被告が下宿に帰るためには遠回りするしかありません。うん、なるのか。バシサンゴさん、わざわざ遠回りをする理由なんてあるわけがない。しかしその理由はあったのではないでしょうか。お、お、無罪行くか。僕無理をして今有罪にすることもないかなって。おお、ドーン。よし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 、話したら分かってくれるんだよな。五号さんも、俺の掘りくり返した道路だ。俺がしっかり埋めてやるよ。よし、あと二人。よーし、氷結が変わった。さあ、あと二人だよ。ただもう一つ、漱石様の疑いを晴らすような手がかりがあれば。そうだね。まあでももう分かってるけどね。はい、それだけはさせません。じゃあ引き続き最終弁論続けるんだけど、はい、ちょっと待ってよ。目の前で緑のコートの人影が倒れた。これとこれだね。はい、よろしいですか。陪審2号さん、そして6号さん。え、何かしら。おじい様の耳には届かなかったようでございます。とにかくはっきりしている事実が一つあります。古書店の領収書が示す通り、事件のあった被告人はボロブック古書堂で古本を買って、そこから歩いて下宿へ戻ったのです。でもその時の帰り道は覚えてないと言ってるんでしょ。うん、ただ被告人は下宿に帰る途中、一つの人影を目撃しています。緑色のコートを着た人影が突然通りの雪の上に倒れ伏したと。そう、その人影こそが刺された被害者の女性ってことよ。本当にそう断言していいのでしょうか。陪審6号、おじいさんの言葉をお聞きになりましたね。事件のあった日の夕刻、被害者の他にもう一人、緑色のコートを着た人物が現場近辺の路上に倒れたのです。まさか。そう、6号さんってことね。それじゃまさか被告人が見たと言ってる緑色のコートの日陰の正体は、そこでニコニコしてる緑のおじさんってこと。何しろそこのおじいさんは被害者とその体型もなんとなく似ていますからね。なんてこと。ああ、なんですかな。もう少し大きな声で。そして重要なのは、緑色のコートを着たおじいさんが転んでしまったその場所です。キャラバッシュロード。被告人の目の前で倒れた人影があのおじいさんだったとすれば、漱石さんはあの日古書店から遠回りをして帰ったことになる。そしてその場合は当然、事件の現場ブライアーロードを通ることはありえないのです。よーし、さあ、あとは2号と6号が白になって終わりだな。審理続行だな。なんじゃと。年寄りあんまちうろうろして滑って転んだりしちゃいかんのか。緑のコートって可愛いよね。どうした2号さん。ちょっとよろしいかしら裁判長様。評決の変更。ええ、私無罪に変えることにしますわ。2号さん、わしもじゃ。
ひたすら逆らってみたいという気分だけでこうしてくれるわ。よーし、まあ、2号と6号がな、これで4人だもんな。心理続行決定やな。やったぜ。はい、有罪が2人、無罪が4人。よーし、何？お前決まったことにケチつけてんじゃないわよ。裁きの庭にて異議を唱えた後、のうのうと神の聖杯を傾け、その後結局粉砕する無礼、どうかお許し願いたい。何ですか？どうやら先ほどの言葉は取り消さなければならないようだ。どういうことですか？そこに並ぶ陪審書士はとても懸命、もうひどいな。意見変えたら変えたで。ねえ、お前らバカやな、愚かやなって。いいのか、こんな検事さんで。東洋の安っぽいまやかしにたぶらかされるとはな。いや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 、証拠で会話してるでしょ。何よそれ。まやかしではありません。すべては事実です。事件当日、そこの大男は通りを掘り返していたそうだな。確か路面のレンガを取り除き、2ヤードにわたり工事をしたとか。おいお、丸一日こき使いでたった5シリングポッチなんだぜ。ところで、極東の留学生よ。2ヤードがどれぐらいの長さか、キコは分かっているか。それは。2ヤードは2メートルよりも少し短いぐらいでございます。2メートルより意外と短い。つまり道路を掘り返していようと飛び越すことができる。そうだな、そこの男よ。まあそういうことになりますぜ。何ですって？工事中、機構たちは道路を封鎖して通行止めにしていたのか。いえいえ、そんなメスをもんない。道路に穴が開いた馬車は通れねえし、気取った紳士熟女は回り道をするが、下町っ子たちは近接ぴょいと飛び越してましたぜ。ほう、2ヤードなど飛び越えてフラフラ下宿に戻ったと考える方が自然だ。まあでも可能性は全部潰さないといけないよな。ぐっ。おお、わしですか。キコは事件当日の午後5時頃、キャラバシロードで転倒した。その時、キコの背後に怪しい日本人の人影あっただろうか。さあ、はっきり覚えていませんのじゃ。覚えていない。被告人が見たのがこの老人かどうか。そうか。そこまで明確な反論がいながら、なぜただいまの最終弁論を黙って見ていたのですか。嫌なやつ。しかし、もてなしもこれで十分であろう。あ、本気モード来たか。はい、おお、証人来るね。次の証人。なるほど、王様。この事件に目撃者がいるのはこれまでに何度か聞いています。そうだね。そう、警察官。たとえどんな証人がどんな証言をしたとしても、信じていますからね、漱石さん。この戦いが終わるその最後の瞬間まで。